はい、皆さん、やっとプリア州砲弾の旅が終わり、ローマに戻りました。しかし残念ながら皆さんは今自粛生活のせいでイタリアに来られないんですけれども、私と一緒にローマ散歩に出かけてみませんか。今回もこの間と同じように皆さんからいただいたリクエストをもとに完璧な散歩ルートを作りました。そして今日は時間制限がありません。ということで今日は皆さんとゆっくり時間を過ごしたいと思います。ちなみに最近のローマはとっても暑くて、まあ、できるだけ荷物を減らしました。ウエストポーチと三脚だけです。早速行きましょう。さて今回の散歩はボルゲーゼ公園から始まりました。ローマ人だけではなく観光客の間でも大人気の公園なんですけれども、意外と知らない人が多いですね。赤のローマにある大きな公園と同じように、もともとは貴族の館の庭だったんですけれども、1903年に一般的に公開されました。名前からわかると思いますけれども、もともとのこの土地の所有者はボルゲーゼというローマの歴史に深く自分の名前を残した貴族でした。そしてこのボルゲーゼ公園の一番の見どころは言うまでもなくピンチョーの方からの展望台です。まあ夜にはめちゃくちゃロマンチックな雰囲気が漂っているので、新婚さんぜひお越しやす。さてこれから階段を降りてポポゴイゴボまで行きたいと思います。いやー、まさかコロナ騒動の後にまだここにいるのかとちょっと期待してたんですけれども、先ほどボルゲーゼ公園の階段を降りたら偽のグラディエーターに会いました。皆さんこのような詐欺に気をつけましょう。昔のローマの玄関口だったポポゴイゴバ、あそこの門から、まあ、巡礼者や旅人だけではなく他の国の王様とか女王様も何人もここから入りましたよ。もう想像するだけで頭が真っ白になりませんか。そして名前のいびきも可愛いんじゃない。ポポロ、まあ、イタリア語だと市民という意味ですね。ちょうどお昼の時間なので、いつもお世話になっているお店にご飯の食べに行きたいと思います。ついでにプリアに買ったお土産もちょっと渡したいと思いますね。ポポイゴバの近くに聞いたら必ずこの店に寄らないとダメですね。めちゃくちゃ美味しそうなものがたくさんありますので、まあ、この間も動画にも紹介したことがありますので詳しく見てくださいね。Panino con la mortadella tartufo. Ottimo, dai. Mortadella tartufo, mozzarella o anzi, possiamo fare questa pubblicata. Dai, eh. Mortadella tartufo, signori e signori. Poi a me, c'è che uscita io. Questa che è una. Questo è un San Daniele. Beh, c'è che uscita una, questo. A questa età. Che te ne va, caro? Pezzo... Non c'è che uscita. 史上最強のパニーノといっても過言ではないですね。中にはトロフィーのモルタデラ、まあ、ボローニャのソーセージですね。そしてチーズとフィル付けのズッキーニです。早速いただきます。うん、サクサクしてますね。まあ実は私根っからモルタデラのファンではないんですけれども、トロフィー入りのモルタデラはやはり攻めますよ。もう皆さんのために紹介してるわけではないんですよね。完全にこれは私の趣味ですよ。まあ最後までお付き合っていただければ幸いです、うん、ごちそうさまでした。相変わらずここのお店のおパニーニはめちゃくちゃもりもりなんで、まあ早く消化をするためには歩くしかないですね。行こう。高級のファッションのお店が多い道なんですけれども、上を向いて歩いたらとっても素敵な建物なんじゃない。
実は今回もこの間と同じようにスペイン語版を見たいというリクエストは一つもなかったんですよ。みんなに愛されているスペイン語版どうしたんですか。まあ観光地ですから別に私が紹介するほどのものではないんですけれども、ちょっと驚きました。そして今歩いているのはコンドッティ通りというおしゃれストリートです。ローマ人ならコンドッティという名前を聞くだけですぐに思い浮かぶのはこの高級店のイメージなんですけれども、私はもちろんここで買い物したことがありませんが、このクリスマスの時期のイルミネーションはめっちゃくちゃ綺麗なので、まあこの間の動画にも紹介したことがありますので、皆さんもぜひぜひご興味があれば見てくださいね。今日ももちろんめちゃくちゃ暑いなんですけれども、ペットボトルとかお水とか全く持ってないんですよ。旅でくぐってしまったのかと皆さんがこのように思っているかもしれませんが、ローマには噴水がありますよ。皆さんお待ちかねのトレビの泉ではありません。この間にもトレビの泉に行きましたので、今日はどうしても見せないと決めました。代わりにこの辺の路地裏も重きがありますので、進む前にちょっと見てみましょう。さて次のリクエストです。ガイドブックに載ってない教会、ちょうどいいところがありますよ。行こう。聖イグナチウスの教会です。まあガイドブックに載ってるんですけれども、意外とあまり知られていない教会なので中に覗いてみましょう。実はこの教会の中にある有名な騙し絵があります。あるところに立ってみたら実際は存在しないグーポラが見えてきます。ぜひぜひ自分の上で見てみてくださいね。さっき気づいたら私の大好きなイタリア国旗のマスクをなくしてしまいました。まあ残念ながら教会の中にマスクがないと入れないので、さっきはインド人のお兄さんからシンプルなマスクを買いました。歩いてるうちにまたナボーナイローバに到着しました。個人的にナボーナイローバの方がスペインローバより好きなんですけれども、皆さんはどうですか。決着をつけましょう。スペインローバかナボーナイローバかコメントに書いてください。ナボーナイローバにも昔からクリスマスの時期にマーケットが行われているんですけれども、あんまり行く価値がないなと思います。前にも、まあ、あの正気の頃の動画にも何回もこのクリスマスマーケットを紹介したことがありますけれども、明らかに質が落ちました。ちなみにこれを言うのがちょっと遅くなりましたが、あさってはフェラゴストという、まあ、イタリア版の盆休みですね。みんなはバカンスに行くし、お店もどんどん閉まっているし、まあ、イタリアの夏休みのピークです。夏の暑さがなければ8月はローマを観光するにはぴったりの時期です。だからこそこの雰囲気を皆さんにも伝えたかったので、フェラゴストの前にこの動画を撮ることにしました。フェラゴストの休みと関係なく働いて続いているお店がまあ少なくないんですけれども、イタリアは今のところコロナウイルスは昔の有名みたいな気分ですね。散歩中には暗い話はしたくないんですけれども、コロナとイタリアの状況についてもっと知りたければ、まあ、今度は動画を撮りますね。
橋を渡ったら今日の散歩の最後の舞台に到着しました。タガステベゲ地区。タガステベゲには野生のミラが多いので学生の間でも大人気なんですけれども、住民たちはやはり困ってますね。ここにはゴミを捨てちゃダメと書いてあるので、皆さんはどんなに不満の溜まっているのか、まあ想像できますね。前回の動画にもタガステベゲに来たし、そしてちょうど1年前にシモネちゃんと一緒に撮った動画にはタガステベゲのことをいろいろ紹介したんですけれども、歩くだけで街並みの違いは歴然だと思いませんか。旧市街と比べたら少しだけ歩いてみたら全然違う雰囲気を楽しめることができます。声はウォーマですよ皆さん。皆さん最後は美味しいかき氷いかがですか。ま、夏といえばジェラートのイメージが強いかもしれませんが、私はグラッタケッカというローマ風のかき氷がたまらないですよ。実は日本のかき氷と同じように削られた氷の上にシロップや果物がたっぷり乗ってるんですけれども、今回はココナッツの、かき氷にしました。早速いただきます。ジェラートならすぐに喉が渇いてますね。しかしかき氷ならめっちゃくちゃ涼しくて、特に暑い日にはぴったりです。うん。そしてここはテベゲ川の堤防台です。私のローマで最も好きな場所といっても過言ではないです。特に夏にはここでかき氷を食べて、まあゆっくりするのがベストです。うん。ということで皆さん、今日の散歩はここまでになりますが、いかがだったでしょうか。まあ、ご覧の通り体力さえあれば誰でもできる簡単な散歩コースなんですけれども、ローマについてもっと知りたい方、ぜひぜひイタリア行きたいのオフィシャルサイトから私の有料の散歩コースをご覧ください。そして SNS でのフォローもよろしくお願いします。イタリア行きたいのインスタのページと Facebook のアカウントもありますよ。ぜひぜひ無料のメールマガジンのことも忘れないでくださいね。毎週イタリアからの新情報をお届けいたします。概要欄からぜひぜひ。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。アリベデチ。ダイヤギャオジャ。